皆さんこんにちは、水木です。今回ね、初めてのラジオ形式の動画という形でね、私自分の顔が映ってない状態で、録音をしているのがね、すごく変な感じがします。実はね、今までにもラジオ形式のね、録音っていうのをね、何度かやってみたことがあるんですけど、結局ね、YouTube にアップすることはなく、お蔵入りしました。でね、今回の録音ももしかするとお蔵入りになってしまうかもしれませんが、めげずに喋っていこうかなというふうに思ってます。で、今ね、私ね、結構緊張してるんですよ。っていうのは、なんかいつも録画に慣れてるから、そのカメラに向かってこうリアクションとかをしながらね、こう手を動かしてこう喋るのにすごい慣れてるので、ただね、声だけでこう音声だけでなんか収録するっていうのはすごい妙な気分がするんですよね。まあ、と言いながら結構ベラベラ喋ってはいるんですけども、はい、今回ね、本の紹介という形で、今日はね、お届けしようと思ってます。今回の本なんですけれども、こちらです。大原遍理著、なるべく働きたくない人のためのお金の話という本をご紹介していただく、はい、緊張してますねという本をね、これから紹介していこうと思ってます。実はね、この大原遍理さんっていうのはもうこれまでにも、3冊ね、本を出してます。で、その3冊目が今ね、紹介した本なんですけども、残りのね、2冊についても実は私はもう読んでます。一応ね、紹介しますと、2015年に出版された20代で隠居、週休5日の快適生活という本と、2016年に出版された年収90万円で東京ハッピーライフという本、そして今回の3冊目、なるべく働きたくない人のためのお金の話というね、3冊が出版されて、私はその3冊とも読んでます。でね、全て読んではいるんですけれども、買ったのは今回のなるべく働きたくない人のためのお金の話という本だけで、他は全て図書館で読みました。はい、大原遍理さん、すいません、お金払ってません。ただね、この大原遍理さんは、図書館をね、彼自身頻繁に利用していて、で、本の中でね、こんな風に表現してるんですよ。家から離れた場所にある巨大な本棚っていう風にね、彼は表現してますので、まあ、おそらくね、残り2冊を買ってない私のことを、不快に思うことはないんじゃないのかなという風に予想してます。しかもね、この大原遍理さんは印税のほとんどを寄付に回してるんですよ。だから自分がね、こう一生懸命書いた本3冊分の収入というのをほとんどを寄付に回している。いやー、まあ本当ね、いかにもなんかミニマリストっていう感じですよね。なんかミニマリストっていう価値観、最近ちょっとまだなんかあんま流行らなくなってきてる気がするけど、まあでも本当ちょっと前のね、流行ってたなんかミニマリストっていう感じが少ししますよね。はい。でね、私が今読み上げた、本のね、3冊のタイトルから、まあ、なんとなくね、著者のイメージができた人もいるかもしれませんが、一応ね、私からご紹介させていただこうと思います。著者の大原遍理さんは、20代であるにもかかわらず隠居生活を選んだ人です。ただし、その隠居っていうのは、江戸時代の落語に出てくるようなご隠居さんのことではないです。彼がね、言う隠居っていうのは、必要最低限のお金を稼いで、社会と程よい距離を置きながら生きることを指しています。でね、どんな風にね、生きてるのかっていうと、具体的には、たった2日だけ週に働き、年収は100万円以下。で、スマホは持たずに、東京の郊外での暮らしを指してます。で、田舎ではない、東京なんでね。うん、でね、この人はどんな、ね、人生を歩んできたのかっていうと、この人はね、高校を卒業した後に、フリーターとして都内のシェアハウスに住みながら、月7万円のね、家賃と教育費を払いながら、日々働き続ける生活に疲弊してしまったんですよ。で、そこで、じゃあね、必要最低限の賃金で生きていくことができるのか、東京の郊外に引っ越して実験に実験を重ねました。それでね、ついに年収90万円で生きていくことが可能になりましたよって、ね、で、その実際ね、じゃあその超低所得者層のその著者のね、ライフスタイルってどういうものなのかって、ね、それはね、実際に本を読んでほしいので今回割愛しますけれどもね、まあ、彼がその実験に実験を重ねて、そのまあ最小限のね、年収90万円で生きていくことで、彼がね、いろいろこう、まあ、考えみたいなものはこう深まっていったわけですよ。で、その哲学的なこともこの3冊にいろいろね、書いてあるんですけども、私はね、この本を読んでね、やっぱり一番思ったのは、結局ね、世間の人が、これが正しいよ、これが最もいいことだよっていうふうに言っている価値観ではなくて、自分が何をいいと思うのか、何を快適だと感じるのか、その感覚を最も大切にしろということだというふうに私は勝手ながら、
解釈しました。もちろんね、この本冊を読んで全然違う感想を持った人もいると思うんだけど、私は個人的にそう思ったっていうことなのね。で、じゃあ具体的にどういうことなのかっていうと、今ね、日本っていう国は、世界の中でね、一応まあ上の方にいますよ。先進国と言われるね、一応まあブルーに入りますけど、でもそれでもね、やっぱり高度経済成長期の時は世界2位だったものが、今では中国に抜かれ3位になりましたと。ね。で、皆さんね、まあ、もちろん日本で生活してるからわかると思いますけれども、日本っていう国はどんどんこう貧困になっている。いくらね、今経済が、こう少し上向きになっているとはいえね、好景気になっているとはいえ、それでもね、やっぱり年収っていうものはどんどん下がってますし、手取り額もどんどん落ちていると。で、日本人がもう年々貧乏になっているのは、もうそれはもう言わずともがな、わかるでしょっていう感じだと思うんですよ。って言ってもね、私がまあ生まれた時は、バブル崩壊した頃がちょうど私の物心ついた頃だったんで、まあいかにもね、なんかもう日本っていうのは貧乏な国なんだなっていうふうにずっと私はまあ思って生きてますから、まあね、昔に比べて日本が貧乏になったのかっていうとちょっとわかんないですけどね、いつでも貧乏っていうイメージですけど私は。うん。で、まあちょっと話はちょっとずれてしまったんですけど、で、今私ね、貧乏ってね、散々申し上げましたけど、本当に今の我々の日本人の生活っていうのは貧乏なのか、ね、っていうことなんですよ。もちろん、世界の例えばね、なんかわかんない、カンボジアとかさ、わからないけど、そのアフリカの方のね、本当になんかマラリアで日々苦しんでるようなさ、あるいは紛争の地域の人たちとかさ、まあそういう人たちに比べれば日本人が豊かだっていうのは、それはまあ言わなくてもわかることだと思うんだけど、ね、じゃあ、その日本人とかね、まあその地球全体の、まあサピエンスですよ、人類が今ね、ものすごい貧困なのかっていうと、実際はそうではないですよね。うん、で、これについては、ホモデウスっていう、ユバルノア・ハラリっていう人が書いた本の内容とちょっと被ってしまうんですけれども、今ね、現在、人類というのは、人類史上初めて戦争、飢餓、疫病の恐怖から逃れられているというふうに、言われてます。今確かに戦争は起こってるよ。世界中でね、いろんなところで戦争は起こってるけども、それでもさ、ね、第二次とか第一次大戦とかね、それまで起きてきた紛争の多さ、ね、そういうことはないじゃないですか。特に我々日本人とかその先進国の人々っていうのは、ね、戦争によって命が失われるなんていう恐怖を全く感じることなく生きることができている。ね。じゃあもう一つの疫病。それこそペストとか、スペイン風邪とか。まあそういう恐ろしいこう病がこう蔓延して、人が死んでしまうような状況っていうのは今ありますか？基本的にはないですよね。パンデミックが起きそうになったら、ね、人類が協力してそれをこう防ぐことが今はできるじゃないですか。でもそれもね、本当に人類の本当に何十万年、何百万年もの人類の歴史の中では、疫病で人が死ぬっていうのが当たり前だったんですよ。人類の平均寿命なんていうのはせいぜい30歳とか40歳とかね、それでも長生きするくらいだった。今みたいに80歳とか90歳まで生きるのが当たり前の国に、私たちが生きてるっていうのは、これ人類史で見たらものすごくね、異常なことなんですよ。あとね、飢餓もないでしょ。で、ホームレスだって生きられるんだから、日本ではね。もちろんホームレスで死んでしまう国は世界にありますけれども、まあ、それでも地球上でね、ホームレスすら生きられるような国が存在してるっていうのは、これはもう人類史上稀に見るもう奇跡的な出来事であると思うんですよね。で、私が何を言いたいのかっていうと、まあ確かに今の日本っていうのはどんどんこう経済的には落ちていっていて、みんなね、なんかこう貧乏な感覚にはなってるけども、でも待てよとね、みんな家があるじゃないですか。あったかい家がある。ね。ストーブがついていて。ね。で、食べたい時にはコンビニってなんか買えば物食えるじゃないですか。ね。で、布団にくるまって寝てさ、ね。服はさ、ユニクロでさ、ね。値段は安くてもめちゃめちゃ質のいいんだ。さ、もう快適極まりのない服を買えるわけじゃないですか。で、これって、みんな当たり前だと思ってるけど、めちゃめちゃ幸せなことなんですよね。だけど、そんなね、幸せな我々なんだけども、今は幸せの基準値っていうものがものすごくこう高くなっちゃってるんですよ。要はね、子供が勉強するとしたら、大学、あるいは大学院まで行かなきゃいけないとかね、家庭には車がなきゃいけないとか、年収は何百万円以上なきゃいけないとかね、ね、で、あるいはなんかこういうね、ブランド物のなんかこう、時計を一本ぐらい持ってなきゃいけないとかね、ね、老後に備えて資金をこれだけ貯めておかなきゃいけないとかね、まあそういうふうに、こう、なんていうのかな、幸せの基準というものがすごくこう高くなっちゃってるから、だからね、それに達していないと自分はなんか貧乏なような気になってしまうけれども、実際は全然そんなことなくて、この、いわゆるね、皆さんが最低限って言ってるような、まあ、要するに生活保護レベルですよ。生活保護レベルですら、人類史で見たらめちゃめちゃ幸せなんですよっ
っていうことなんですよ。で、このね、話ちょっと戻るけど、大原ヘンリーさんっていうのは、生活保護よりもさらに低い賃金で、それでも人間としての最低限の生活で幸せに生きられてますよねっていうような内容の本なんですよ。うん。だから本当はさ、本当に、元に立ち返って考えればね、人類史の、本当に昔の人類まで立ち上って考えれば、著者のぐらいのね、収入があれば、人間としての最低限の生活は生きられるし、もっと言えば、幸せになることすら可能なんですよってことなんです。でも、その幸せになるのが可能だっていうことをみんなが意識できない。忘れてしまっている。っていうのはなんでかって言ったら、この社会の価値観を幼い頃からね、まあ、洗脳されてるからなんですよ。ね、テレビを見て、ね、ドラマを見て、映画を見て、あるいは周りの人たちのね、考えとか、言ってることとかをね、聞いて、あ、それが当たり前なんだ。ね、勉強したら大学まで行くのが当たり前なんだとか。なんかこう美味しいものを食べるのが当たり前だとかね。ね。貯金はいくらあるのが当たり前だとかね。そういうふうな当たり前っていうものを押し付けられてるけれども、自分にとってね、本当に快適なレベルの生活っていうものをよくよく見定めて、人の意見じゃなく自分がいかに感じるかってことを、いかにこう見定めて生きていくかってことを実践していけば、実はそんなにお金っていうのは必要ないんじゃないのかっていうことを、まあ彼はね、この本で言ってるんじゃないかと僕は、思ってます。で、まあ私自身ね、まあちょっと恥ずかしい話だけども、そんなにね、給料のいい、生活をしてるわけじゃないです。本当に最低限の生活をしてます。で、それだけども、やっぱりね、私はね、この著者のように、でもそれでも俺は満足だなっていうふうにやっぱりね、思えないんですよ。っていうのは、就職したばっかりの頃はね、うわ、一人暮らしでこんなに全部自分が、ね、全部自分で買ったもので、全部自分のお金で生活できるってすごいことだな、幸せだなって思ってたんだけど、やっぱり日々生活してるとさ、それにもどんどん慣れていってね、やれ、本当はね、こういう時計が欲しいんだとか、ね、やれ、本当はもうちょっと広い部屋に住みたいんだとか、やれ、もうちょっとね、こう寝心地のいいベッドに寝たいんだとかに思うけれども、でもね、やっぱりそういう人間の欲っていうのはどんどん膨らんでいくばっかり で、その欲っていうのは、ね、あたかもね、自分の内側から出てきたように感じるけど、でも実際はね、こう、いいベッドとかをさ、こうニトリとかでさ、見てさ、あるいはさ、わかんない、もっといい高級のデパートとかでさ、見るとさ、欲しくなっちゃうじゃん。時計にしてもそう、食べ物にしてもそう、なんでもそうなんだけど、だからそういうふうに、こう、資本主義の世界っていうのはさ、絶え間ない、ね、こう、欲のこう、なんていうのかな、洗脳というかね、ほら欲しいだろ、ほら欲しいだろ、ほら欲しいだろっていうね、そういうやっぱり世の中だよね、うん、だからなんか自分はいつも足りてないような気になってしまうけれども、実際はね、よくよく見極めればそんなに多くのものは必要としないしねっていうことなんですよ、うん、っていうことをなんか本当に思い出さされたっていうかね、そう。だから今俺はまあそういういわゆるね、社会的なレベルで言ったらまあちょっと低めだけど、まあ下の中ぐらいかなぐらいの生活をしてますけど、いや、もっと上か、下の上ぐらいかな、うん、だけど、本当にもしね、仕事をもし失うことがあったとしても、それでも、うん、著者のね、マインドっていうものを、ね、本当に、思い出しながらね、自分の価値観っていうものを大切にして生きれば、全然年収低くても暮らせるんじゃないのかなっていうような希望をね、持たせてくれる本でした。実際ね、自分がこの、大原ヘンリーさんぐらいね、収入が低くて、彼みたいにね、ずぶとくしぶとくね、こう生きていけるのかっていうとちょっと自信はないけどね。まあ、例えば、この大原ヘンリーさんっていうのは、まあ、年収90万円なわけで、要はね、冷暖房をほぼつけないんですよ。で、部屋に一応エアコンはその備え付けのものがあるらしいんですけど、で、彼が住んでる部屋っていうのは2万数千円の、2万円だっけ?言わせたけど、2万数千円のアパートに住んでるんだけどね。部屋にエアコンもあるらしいんだけど、うん。だけど、そのエアコンをもう年中つけることはないと。で、夏はね、こう、すだれをかけて、こう、網戸で、こう、あと、ね、水風呂に入ったりして生きてますとかね。で、冬は、寒くなったら筋トレをしますとか、なんか、温めた生姜湯を飲んでますとかね、言ってんだけど、俺はね、それ無理だわ。冬に関しては、暖かくないと俺はもう死ぬ。本当に。文字通り、なんていうかもう、病気になる。うん。だから、俺は、冬はね、暖かい生活がしたいので、だから年収90万円の生活はちょっと無理かなと思うんだけど、でも、それでもね、まあ、今ほどなくても生きられるんじゃないのかなっていう気になりました。この本を読んでてね。はい。ああ、いやね、ほんとね、なんかラジオ動画っていうことでちょっと緊張してね、あんまりうまく喋れなかったんですけど、まあ、こんな形で、今回本の紹介を終わりにしたいと思います。どうもね、ここまで聞いてくれた方いらっしゃるんでしょうか。私のね、職場の方が、私のね、動画をね、なんかラジオを聞くみたいな感覚で聞いてくれてるっていうことをね、前おっしゃってたので、ちょっとね、そういうのも意識して、本当に、なんていうかな、ハンズフリーで聞ける。要は、画面を見なくても聞けるような動画っていう形でね、今回、アップさせていただきました。お楽しみいただけましたでしょうか。もしね、このね、ラジオ動画が面白かったら、高評価、グッドボタン、コメント、
チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。水木でした。